どの戦場に向かうんだ。フェルディナント様、同盟軍からの使者をお連れしました。失礼する。フォルスト・ジギスバルト・ゴネリルだ。ほう、あなたの有名は帝国まで轟いている。あえて光栄だよ。私はフェルディナント・フォン・エーギル。この軍の指揮権を預かる者さ。私はレスター諸侯同盟の盟主代理として参上した。要件はお分かりだと思うが。降伏せよというのだろう。機軍はすでに包囲され退路はない。もはや勝敗は決した。潔く下られよ。やっぱり帝国軍は降伏に応じてくれなかったか。帝国貴族としての誇りなのか、降伏を考える様子はなかったぞ。己の誇りのために部下の命さえも犠牲にしようというのか。いや、他の将兵らの士気も妙に高く、決死の戦いに赴かんという雰囲気でな。ただ全員が全員というわけではないな。挙動不審な将もいたし、一当てすれば心がくじけそうな者たちもちらほらとは見かけられた。挙動不審、きっとベルナデッタちゃんね。あの子なら説得できないかな。敵が徹底抗戦の構えを崩さないなら俺たちも本気でかかるほかない。この戦いに勝利すれば同盟領を帝国侵攻前の状態に戻すことができる。誰が相手でも手を抜くな。全力で帝国軍を叩くぞ。これならうまくいくはずです。覚悟を決めてやってみます。あんまり面倒なことはしたくないんだけどな。僕に任せておきなよ。任せてください。やってみせます。この手を試してみるか。よし、やってみます。よし、やっちゃおう。さすがに手は抜かないから。さあ、僕の出番だ。僕にできない。よし、いっちょやってやんぞ。
もう逃げ道はないぜ。敵将を降伏に追い込むんだ。クロードにしては見事な包囲網。これも父の活躍あってのものだな。太陽を立てた。何か突破口を開く手は。一息に落としてしまおう。そろそろ諦めてくれないか。これ以上犠牲を。間に合ったか。怪しいが、まあいい。仕事は果たさねえとな。帝国軍よ、我らが道を切り開く。こちらへ参るのだ。フェルディナントだったか。俺に任せとけ。最後はできた。早く軍を引け。まだでも兵団か。感謝する。みんな大地点を目指して進むぞ。師匠だって。うわ、やりにくいけど逃がすわけには。私が倒れた全軍が崩壊する。何としても皆と共に引かなければ。旗です。よし、やっちゃうよ。手は抜かないから。ミルはもうダメです。せめてみんなを逃がさなきゃ。この射撃、ベルナデッタでは入手した帝国軍陣容の情報を使えばいいような。この射撃、どこかな。止めないと追撃どころじゃないわ。我らの覚悟を見せてやるのです。まだです。進路を塞がれたか。トヤ、敵の男だ。対処に向かおう。ドルエイブに乱れが。フェルディナント殿、今のうちにこちらに。あの、この手を試してみるか。よし、やってみますかね。よし、さすがに手は抜かっ。さあ、僕の出番だ。僕にできない。よし、腕の筋肉に。俺に任せとけ。よし、片付け。任せてください。やってみせます。これならうまくいくはずです。覚悟を決めて。これならうまくいくはずです。覚悟を決めて。任せてください。やってみせ。見つけたみたいです。やっぱりベルナデッタか。
話を聞ける状態でもなさそうだな。敵の戦意は低いように見えます。降伏するよう説得できるんじゃないですか。必ず攻め落とす。進軍せ。さあ一息に落としてしまおうか。次には全力を見せよう。これもどうかな。これならうまくいくはずです。覚悟を決めて俺に任せとけ。よし、カード。あの、ベルナデッタさん、今は戦うのをやめませんか。キャー、死ぬあれ、見ててください。ジェラルド殿、ここは頼みます。私は離脱できた軍を再編してきますので。団長、我々も前に出ましょう。一回でも多く救援しなくては。お前もまだまだ血気盛んだな。まあただ待ってちゃ報酬と釣り合わねえか。寝ていたい。これで追撃に集中できると思ったら中央が騒がしいな。何が出た。これ以上の追撃はさせない。あれが噂の灰色の悪魔か。無理に相手をせず帝国軍を追うぞ。俺に任せとけ。任せてください。やってみせます。あんまり面倒なことはしたくないんだけどな。僕に任せ。この手を試してみるか。よし、やってみますかね。よーし、さすがに手は抜かないか。さあ、僕にできないことはない。必ず攻め落とす。やって。ああ、一息に落としてしまおうか。これで進軍を再開する。勝利を描く。撤退地点は間もなく。みんな行け。私はここで支援する。気が進まないけど仕方ないか。では正々堂々勝負と参ろう。あれはアロイスさん。セイロス騎士団をやめたんでしょうか。この手を試してみる。よし、やってみますかね。さい。やめんな。国軍が優先だ。厳しいと思ったら戦うことはないぞ。無理に相手をするなと言われたけれども、君の成長を見せる機会だよ。
を引っ張るわけにはいかぬのだ。さあ、僕の出番。限界か。私はここで引かせてもらうぞ。あちらの警戒が緩むわ。もう一つ道を切り開くか。くらえ。これ以上包囲がほころぶのはまずいぞ。援護が必要だ。負けませんよ。そんな、一息に落としてしまおうか。セイゴン、少し任せてください。やってみせます。よし、やっちゃうよ。さすがに手は抜かないから。休んだろ。よっ、カットしよう。邪魔だ。お前らの負けだ。任せとけ。よし、片付けに行くか。どうだな。今全力を見せよう。悪いね。これでどうかな。こんなもんか。まあいいだろう。この手を試してみるか。よし、やってみますかね。これならうまくいくはずです。俺は後ろに下がるぞ。これで傭兵団の戦力は相当削れたか。あとはとにかくフェルディナントを追おう。追いつかれたか。だが私は諦めないぞ。リンハルト、残念だ。君の望む未来は帝国と共にあっただろうに。死にたくなかっただけさ。君には譲れないものが多いだろうね。まだだぜ。まだだ。おい、備えあれば憂いなし。さあ、この前か。私も先を急ぐぞ。君には全力を見せよう。これでどうかな。よし、やっちゃうよ。さすがに手は抜く。さあ、僕の出番だ。
僕にできないこと。よし、一方での筋肉に。俺に任せとけ。よし、皆逃げよう。私が戦っているうちに少しでも前に進め。私は倒れぬ。私はいとこを光るとさ。いや、せやよた。私もここまでか。フェルディナント殿、お逃げください。私がしんがりを務めてみせます。見ててください。あなただけを死なせてはならないと。あんまり面倒なことはしたくないんだけどな。僕に私は陛下に託されたのです。そんな、エーデルガルトが。なんだ、君を見捨てることなの。あなたを失ってはこの軍が瓦解します。どうか皆を逃がすためにも。この手を試してみるか。よし、気をつけてくれ。私兵となった者たちは侮れない。このくらい。勝利を描く。ああ、無視してフェルディナントを追うわけにもいかないか。見ていなさい。俺に任せとけ。よし、片付けに行くか。さあ、僕の出番だ。いざ。預かったこの軍勢をいたずらに失うわけにはいきません。
フェルディナント殿は陛下、最後にお会い。敵の大将は逃がしたが、帝国軍には十分に打撃を与えた。俺たちの勝利だ。仕事としちゃ成功だな。おや、その割には不満足のようだね。いつもの君らしくもない顔をしている。ああ、仕事に勝って勝負に負けたみたいな。帝国軍は壊滅させることができたし、ジェラルト傭兵団も撤退に追い込めた。けど、その傭兵団のせいでフェルディナントには逃げられ、灰色の悪魔を倒すこともできなかった。これを負けと言わず、なんというか勝利だよ。君たち傭兵にとっては仕事と結果が全てなんだろう。それに加えて、この戦闘で灰色の悪魔の危険性を再認識することさえできた。そうだな。あいつは一人の力で勝敗をひっくり返すようなとんでもない傭兵だ。その通り。必ず大きな障害になる。機会があれば全力で打った方がいいね。そうかもしれないな。助言感謝する。苦しんだ分だけ強くなれた気がします。成長を実感できるよ。あ、褒美は睡眠時間でお願いします。この力で俺は壁を越えてやる。私にまだこんな才能が。僕にもこんな力が。なかなか興味深いね。手持ちの札は多い方がいい。筋肉と相談して使いこなすぞ。フェルディナントたちの行方はつかめたか。いや、だがガルグマク方面に逃げたらしき痕跡があった。南下を諦めて西回りで帝国に戻る腹か。もう捕らえるのは難しそうだな。フェルディナント君が死なないでいてくれて私は良かったけどな。私もそう思います。それはそうだが、できれば捕らえたかった。やつは汚名返上に燃えてまた攻めてくるぞ。そん時はまた追っ払えばいいだろ。何度でも相手になってやるぞ。俺としちゃジェラルト傭兵団の方がよほど気になるかな。あ、私も。ああ、あいつらの邪魔が入らなければフェルディナントを逃がすこともなかった。また戦うことになるだろうが、貨幣と見て侮れば大怪我を負うことになるだろうな。まあとにかく同盟領内の帝国軍はほぼ壊滅させることができた。同盟存亡の時はひとまず去ったと言っていいだろう。みんなご苦労さん。
さて、名手殿、次の一手を聞かせてもらいたいのだが。ああ、王国も今帝国軍との激しい攻防を繰り広げているのはご存知の通りだ。帝国の戦線は東西に伸びきっていて、おのずと戦力は分散されている。以上を踏まえて、お前が名手ならどうする？頭脳担当の出番だね。答えは一つ、敵国に攻め込むんだ。まずは国境の守備をしっかりと固めて、同盟軍の立て直しを。わざと逆に言うのかい？信頼のなさにがっかりだよ。いや、それではまた帝国の後手に回ることになるぞ。今こそ攻めの一手だ。俺も同じ考えだ。攻められたから攻め返す、これ以上の大義名分もない。さらに肥沃なベルグリーズ伯領を抑えられれば、同盟は100年の安泰を得られるだろう。ですが、帝国のベルグリーズ伯爵ってものすごく強いって話でしたよね。帝国最強の武人とされてはいるが、あくまで一個の武勇についての話だ。レスター侵攻に失敗した今なら戦力に隙もある、勝機はある。勝てば同盟領が安泰になるってんなら、俺は戦うぞ。最強伯爵にも負けねえ。この好機を逃せば、すぐにまた帝国軍は大軍を率いて攻めてくるんだろうしな。私は賛成できませんね。同盟軍も戦いに次ぐ戦いで疲れているはずです。怪我をしている兵も多いですし、少し休ませてあげた方が。万一攻めきれずに敗れれば、同盟存亡の時再びだ。次に帝国軍の侵入を許した時にはもう同じ手は使えないぞ。敗れるものか。ベルグリーズ伯の相手はこの私が引き受ける。必ず倒してみせよう。兄さん、そんなに家を留守にしていいの？パルミラだっていつ来るかわからないよ。盛り上がっているようだけど、どうせまた円卓会議にかけるんだよね。なあ、帝国領に攻め込むにしてもまた円卓会議を通すんだよな。ああ、そういう決まりなんでね。結論はまた後日ってことで。父上、ただいま戻りました。いい、偽りの神獣ミルディン大橋の急襲、父上の采配は実に見事でした。ですが、なぜ僕にまで黙っていたのですか？知っていれば僕も父上と共に。そうはいかない。デアドラが陥落していれば、私はこのまま帝国に下るつもりだった。裏切り者の汚名をかぶるのは私一人で十分。お前はあくまで清廉であるべきなのだ。名門グロスタール家の嫡子としてな。父上。しかし、クロードは恐ろしい男だ。今回は奴の口車に乗せられ策に従ったが、結果我が領内の一部が戦場となり、領民を危険にさらすこととなってしまった。ですが、今回の戦果を踏まえれば被害は微々たるものであったはずです。その微々たる被害を無視しては領主失格という感覚はクロードにはないのだろう。それはローレンツよ、私はこれ以上あの危険な若者に従う気はないぞ。まさか同盟を離脱するおつもりですか？そうではない。私はもう引退させてもらう。父上。
私はあの名手と共に歩んではいけない。たとえ同盟を救えるのはあの男だとしても、お前なら私よりもうまくクロードと付き合えるだろう。僕に当主を告げと、本当にそれでよろしいのですね。ローレンツ、我が息子よ。これまでお前には私の思想を押し付けてきたが、それも今日までだ。今後はお前自身の信念に従って行動することだ。ただしグロスタール家が守るべき領民のことを決して忘れてはならぬぞ。承知いたしました。グロスタール家当主の大役、謹んでお受けいたしましょう。